はい、こんばんは、ヤムリョウと申します。さあ、今日はね、昨日ね、の動画でね、ホミのところを置いてあったと思います。またここから田原駅前の方に向かってね、バスに乗っていくんで、バスで移動しているところのバーチャル一環散歩シリーズ、後編というかね、でやっていきたいと思います。前編版ね、田原の、伊良湖岬からね、このホミ町のところまでが来ましたけど、その先のところからね、今から行っていきたいと思います。さあ、ちょっとね、前半1時間近く喋ったのでね、さすがにちょっと飛ばさないとね。よいしょ。パチパチ進んでいかないと、これ、終わらないですね。なるほどね。よし。任せて、そういう時はね、ちゃんと飛ばすっていうこともね、できるよっていうのをね、見せとかないといけませんからね。ちゃんとメリハリつけないとね、いけませんからね、動画にね。画像解説には喋ってた。最悪だー。画面切り替えてなかった。どこから行ったかって言うと、ここっすね。ここから、戻すわ。ごめん、さすがにパッツンする。はい、パッツンした。厚み業者、もっと先。ここですね。出てきた、出てきた。ここね、厚み、ホミの絵にあった営業所のところ、ここからスタートしますよってことですね。やべえ、やらかした。全部画像使えてなかった。ずーっと行って、この辺りとか。さすがにカットだな、今のところ。これって結構右の屋さんとか、あるんだな。ここ、ちょっとあるやん。さっきのところとあれですね、一緒のあれですね、こういうふうにして、観光協会がどっかまとめてるんですね。なるほどな。っていうのを実はさっきやってました。さっきやってたんだよ。全部、多分ね、まるっと、でも3分ぐらいか。よかった、よかった。まだ被害小さかった。だいぶ先まで行ってて、この、不二家のところで、ここで弁当を売ってるらしいです。知ってるよ。だってさっきずっとそれ解説してたの。で、ここの弁当がね、安みたい。480いくらだったっけな。とかって感じで、なってるんでね。安い。498でね、売ってるとかっていうのがあったりして。安い。いいですね。なるほどなぁ。っていうのがあったりして、不二家さんもあるっていう感じですね。なるほど、いいなぁ。このところ、喫茶店とかもあるしね。いいですね。そう。なかなかね、こういうところね、ぼっちだとね、入りにくいんでね。ぼっち旅行勢はこういうところがあれですね。で、やっぱこっちの方のでかいセルフっていうと、いや、原因になりますよねって話とかもね。もうストーリーしたし、こっから長いよってことが分かったんで、まあ、それをチェックしたら、まさかの画像が届いてないことが発覚したっていうね、よいしょ、感じですね。で、どんどん行くよ、どんどん行くよ、よっしゃ、どんどん進んでいこうぜ。どんどんどんと進んでいって、遺跡とか見えるのもこの辺りらしいですね。ファミマの駐車場も広いですね。ここ広いな。めちゃくちゃ広いな。奥も全部、マジか。めっちゃ便利やん。よし。車移動の時はこういうところをね、覚えておくといいですよね。で、元気も出てくる。元気も広いし、いいね。駐車場結構広いですね、この辺り。で、カーマが出てきそう。最近カーマないな。って話もね、してたんですよね。そう、カーマが DCM にどんどんかまってますからね。四日市のところもついに DCM 四日市店になりましたからね。うまい中華、こんなところにうまい中華があったらしい。オーフ、ワンフーね。中国風読みですね。ワンフ、あ、え、チュ、チェーン店なの？ワンフー、ちょっと見て。結構本格なあれになってるんですね。なるほどね。よいしょ。さあ、先を急ぐぞ。めちゃくちゃ駅前までに遠いですよ。さっきのところ1時間しかかけてたんで、ここから2時間ぐらいかかる計算なんですよね。やばい、それはまずいね。さすがにね、ちゃちゃっと飛ばしていきます。これはちょっと、4月の映像なんですね。一気に畑の感じがね、閑散としてますけども、刈り終わって、今こっちは閑散期に入ってますね。キャベツですね、やっぱし。で、さあ、行くぜ。どんどん行くぜ。おら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 。
おー、いっぱい工事車両走ってきますね。さあ、これは、三菱自動車もあるんだ。ここは、ラパン。結構この辺り、その観光協会やとこれが多いですね。なるほどな。何屋さんなん？ラパン？パンだろうね。え、これでパンじゃなかったらびっくりするよ。え、パンだよね。メニュー。おいしい。ハンバーグかわいい、やられたー。うまそうだー。目玉焼きだらけ、いいねー。あ、めっちゃ種類あるじゃん。天ぷら、和風おろし、照り焼き、和風オニオン、トマト、ホワイトソースもあれ用意してるの、こういうとこに。カレー、味噌マヨ？え、どういうこと？味噌マヨ？ハンバーグステーキ、味噌マヨ、ちょっと、あ、待って、こっちだから、完全に赤味噌だからね。あれ、絶対、あ、にゃ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 、いや、うまそうじゃん。え？待って、めっちゃうまそうじゃん。うわー。今ね、夜中の2時に撮ってるんですよ。ダメだ、夜中の2時に、あー、エビフリアーとかみたいな、あにゃにゃ、ましょ。え、お母様セットとかも掘ってるな。へえ、いいですね。いいところあるみたいです。いやいやいや、飯でろくらったや。買ってあるからね。調理すればいいんだけど。いや、カップ麺にしとこう。いやー、いろいろありますね。